紫輝くん、韓国発言の真相にファンも衝撃。翔くんが、高齢者に見せようとした、新たな視点で見る韓国でのエピソード。こんにちは、みんな。今回は、平野志様の韓国活動中に起きた騒動に焦点を当て、その裏に隠された重要な側面に迫ってみたい。一緒に行こう。まず、すべては、2023、年、3、月、18、日にキンプルのクイズブラリーで起きた事件から始まりました。 翔くんは街中のロケ地について勝手に発言し、スタジオで何を言うかを当てる企画に登場。確かに面白い企画ではありますが、その斜めに構えたコメントがリコには影響を与えなかったと話題になりました。しかし、韓国での翔くんの発言は特に問題だ。韓国を訪れた彼が挨拶の際に、シェイシーと言って感謝の意を表した場面がある。これには賛否両論があり、失礼だという人もいます。最も注目されるのは、 日本へという言葉の使い方だ。韓国に来た時に、日本に行きますと言ったわけですが、これは些細なことですが、歴史的にはデリケートな問題です。1910年の日韓併合から35年間、日本は朝鮮半島を植民地として統治しました。その結果、この国は日本の領土であると考えられているため、翔君のコメントは一部の人に好戦的な言葉であると考えられました。しかしファンからは、 翔くんの能力は天性のものであり、意図的にそのような表現を選んだわけではない可能性が指摘されている。続いて、平野さんが知っている韓国語について質問されたエピソードも注目だった。愛してるという言葉や、北京ダックという言葉を発するとき、彼のアイドル的な一面が垣間見えます。しかし、この発言を韓国を嘲笑していると受け取る人もいたようだ。紫輝くんが高層ビルや高層マンションに驚くエピソードは、 実は韓国が日本よりも都会であることを示すのに役立った。また、韓国の首都について尋ねられた時の答えも非常に興味深く、多くの韓国人の共感を呼んだに違いない。この一連のエピソードを通じて、平野志様の韓国での活動が物議を醸しているだけでなく、文化的、歴史的違いに根ざした興味深いコミュニケーションの一部であることがわかる。自然体で愛らしい性格なので誤解を招くこともありますが、 それも彼の魅力なのかもしれません。平野氏の発言には、韓国人の姓他を使うことで意図的に、高齢者に見せようとしているのではないかという疑惑が浮上した。この状況に対してコミュニティでは様々な反応があります。特に紫輝くんについては、発言の自然性や意図について厳しい意見が多く寄せられています。一方で、この問題に新たな視点を加えることも必要です。 彼のファンは、彼のユニークなエンターテイメント、スタイルと異文化経験に注目し、諸君を理解し、サポートしています。例えば、韓国アイドルのメイクを体験したエピソードでは、アイシャドウの濃さに対する率直な感想が話題となった。この一連の騒動に対し、諸君のファンである韓国の視聴者からは、韓国のアイドルが同じことをしたら、私たちも不快に思うという声が上がった。これらの声は、 異なる文化や言語をより深く理解することで誤解や対立を減らすことができることを示しています。新たな視点が加わることで、紫輝くんの発言に対する議論はさらに複雑になる。彼のロケ撮影がとても面白く、外国文化への好奇心が高まったという人もいました。一方で、この発言が一部で波紋を読んだことも否定できない。このような問題を単に批判するのではなく、 様々な視点やコミュニティの反応を理解することが重要です。将軍の行動が社会にどのような影響を与えるのかについては議論が続いている。新しい視点を取り入れ、個人の意見や経験を尊重することが、より建設的な対話の鍵となります。